徳川家康公の生誕地愛知県岡崎市の岡崎城より西へ八丁およそ870メートルの距離にある八丁城旧八丁寺で高級の丸屋の味噌が江戸時代初期から作り続けている味噌です。八丁味噌共同組合は八丁味噌が岡崎の文化風土歴史環境の中で生み出されたブランドであることを広く皆様に知っていただけるようにと宣伝活動を行っています。ご家庭でご贈答用お土産に郷土の味八丁味噌をご用意ください。今後とも八丁味噌共同組合をよろしくお願いいたします。Thank you.
しています。建物解体は生駒組へよろしくお願いいたします。Thank you.
株式会社ドミーの提供でした。続きまして株式会社ゼント提供のマイスターマイン遊べコントゼントに電車です。
きまして株式会社オリバー提供の大仕掛け花火に。Thank you.
提供のライスターマイン、地域に生きる中日新聞に転換。
ロディースターマインでした。
岡崎市磯貝栄太工場による100回でした。三河花火水事業で100回の共演いかがでしたでしょうか。この番組はものづくりの心を伝える CBS 人、水、緑の輝くさと三方が今面白い岡崎市三方グランド競技会。安全、快適なインテリア空間を創造するオリバー、西三河の話題を満載東海アンクシーン、青い通信、次世代に共同の輪をつなぐよう JAI 君側、岡崎東部の土地建物なら大春建設、あなたの町のタクシー、オカリクタクシー、真心で快適ライフのお手伝い、ソニー地域の皆様を応援します。岡崎信用金庫、精神科、心療内科、京都の博多病院、ケーブルテレビ工事ならシステムアドバンス、お客様のイメージに感動をプラスクリテック、時代の先へ一人のそばへ中部電力、クオリティフォーミュリー三菱 UFJ 金庫、 CATV 工事なら何でもお任せ、ケーブルテレビサービス、ネットワークソリューションのパイオニア、水戸銀行の協賛でお送りしています。この番組は、お仏壇、お席の永田屋仏壇で、地域の皆様に健康と感動を作り続けるエクセントロイヤル、家族葬のことなら出雲葬祭へ、出雲葬祭、世界を美しくする最新眼鏡レンズ専門メーカー東海工学、岡崎法人営業部、岡崎支店、三井住友銀行、地域と共に安心・信頼の支持へ、西尾信用金庫、エゴマで世界を健康に、東大医師、ベトナム人技能実習生のことなら、大野、ファーストボール山口印刷、
式会社レイブレイン提供の大仕掛け花火です。
します。皆様からこの街で暮らしてよかったと実感していただけるようサービスと商品を今後も提供してまいります。年間500家族の笑顔、私たちは2020年を目標に毎週戸建て販売戸数500戸を目指します。Thank you.
提供のナイスタイマリン栄光スターに点火です。
式会社の提供でした。続きまして岡崎信用金庫提供の超大仕掛け花火とナイスカーワイン地域とともにへ展開いたします。岡崎信用金庫は愛知県岡崎市の創業の地とし、大正13年から地域の皆様に支えられ成長してまいりました。お客様に喜ばれ選んでいただける金融機関を目指して、これからも地域社会の発展に貢献してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
打ち上げ日本共産の企業事業所の皆様をご紹介いたしました。後ほど引き続きご紹介いたします。
小原建設グループに入りました。続いて株式会社南部提供の大仕掛け花火に電車です。株式会社なんては皆様の健やかな笑顔のために地域のパイオニアとして医療、介護、福祉分野の事業を進めてきた誇りと責任感を持ち、これからも皆様のライフスタイルのトータルにサポートします。7月31日金山総合駅から徒歩5分の場所に脳梗塞、脳出血、後遺症の方向けの脳リハセンターをオープン。皆様の健やかな笑顔のために株式会社なんてもどうぞよろしくお願いいたします。
座席まで親思いのシナリナを胸打ち価格で出ていく。スタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。皆様との出会いを大切にしたい。地域で根付くお店作りを目指す仏壇お席の丸田屋仏壇店をどうぞよろしくお願い申し上げます。
ュージックスターバインの登場です。スゴー川の全域を使い、迫力ある音と光のショーをお楽しみください。タイトルは目抜き通りです。Thank you.
にお送りしてきました岡崎の大花火、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。さあいよいよこちら淀川会場でもグランドフィナーレを迎える時となりました。今年の花火大会最後となる大仕掛け花火、徳川家康公の騎馬像をモチーフとした仕掛け花火となっています。太平の世を築き上げた家康公の勇壮な姿をご覧ください。そして大仕掛け花火の後は本日打ち上げてまいりました数多くの花火とともに皆様の令和最初の夏の思い出として心と記憶に残るフィナーレをメロディースターマインに乗せてこの岡崎の夜空いっぱいに繰り広げます。それではご覧いただきましょう。岡崎城が家康公夏祭り第71回花火大会最後の大仕掛け花火とメロディースターマイン、ザ・ラストファイヤーワークスです。東岡崎駅北口の最盛期が今進められています。その北口にあるペデストリアンデッキには日本一の高さと量を誇る徳川家康公の騎馬像が設置されます。11月2日の完成記念式に向けて一足先に会場内の皆様へお披露目です。新たな岡崎のシンボルのため徳川家康公の騎馬像にどうぞ